います。ここから滑らせながら OK、 全く一緒。ちょっと景品右に行っちゃったんですけど大丈夫でしょう。このまま持ち上げながらで、もうシールド超えたぐらいに奥アームと手前アームが関与して、そのまま一気に引っ張ってきて、多分失敗するんだこれ、多分失敗する。さて、あ、でもアームポジション的にはいいぞ。さて、ここで頭を、あー、抜けろ、うわ、抜けない、うわ、アームが抜けない。おっと来たラッキー。はい、というわけで本日も始まりましたクエチョチャンネルです。もうそろそろね、新作もまあバンバンコラクしちゃいましたんでね。で、今回腰めちゃくちゃ調子いいです。はい、本当に気持ちいいぐらい、はい、こんな感じ、もう今あふれ返っております。という感じでね、こちら、今週はね、長州今はね、またちょっともう一回これ狙っていこうかと思います。こちら、ドン、はい、ナムコ、パワープロップのところね。ちょっと前回ね、前回このコナミのこのね、パワープロップに関してはね、サクッと攻略したんですけど、このワンちゃんね、これちょっとね、スタッフさんにね、ゴリゴリアシストいただいて、あぐらめちゃいました。はい、というわけで、とりあえずまたね、そろそろ了解していこうかと思います。で、とりあえずね、3000、おっと、やばい、1000しかないかな。あ、おっと、なくなっちゃいましたね。というわけで、1万円両替します。この1万円両替した後ですね、ここは危険なんですよね。ここら辺をね、冷静に行こうと思います。はい、一応3000円両替していきます。というわけで、今週本当にね、先週、先々週とね、ゲットできなかった理由が正直分かりました。単純には、もちろんね、技術、その他もろもろあるんですがね、完全に設定が良くなっております、このお店。設定、まあパワーが強いとかっていうのも部分もあるんですけど、あからさまにシールドがね、もう半分ぐらい低くなっております。なのでね、この設定であればね、皆さんに音、おすすめできる状態になっております。ただパワーがちょっと、もう2個ぐらい1個がどのくらいかわかりませんけどね、強かったらね、もっといいですけどね。はい、というわけでいきます。で、これね、見て、食器1タグかけどうなんやろな、これね、ちょっときついと思いますけど、狙ってみますね。ちょっときついかな、さすがにね。可動域がね、これアームの向きの可動域がね、 OK、 入った。これは熱い、これは熱い、これは一撃は熱い。爪の角度もあるか、おっと、あー、そこまでか。あー、熱くなかったね。というわけでいきます。で、これどうやったかな、パワーそんなに強くなかったかな、なので3本で持っていきます。あ、そうや、思い出した、横を向けたんですね。横に向けてから、この足の根元で2本で引っ張ったって感じでしたね。さあ、どうでしょう、これも、お、来た、このまま頭反動で、ほい、おっと、来た。さあ、どうしましょう。これね、平行移動してもう反則しちゃいましょうか。ワンチャンね、ここでね、挟んでひっくり返したら、お尻が乗ってるから、さすがに無理かな。じゃあ、ちょっと角度調整したいんで、ただ、さすがにこのね、ここで、こう、クッパはさすがにできないとは思うんでね、どうしましょうかね。できるかな、スタッフさんね、今ちょっとね、経費かなとかちょっと思ってるんですけどね。まあ、あと左アームがね、この肩に入れたらね、そう一気にガッて振ることは可能なんですが、いけるかな、ね、どうなるやろ。ここにね、アームを入れた際に多分こっちに落ちちゃうよね、どう見てもね。とはいえね、この手がクタクタなんで、この手をこうグッて引っ張って振ることもできないんで、ただちょっと平行移動してくれるかな。まあ行きますか、頭ですくい上げて無理やり行けるかな。まあ行きましょう、無理やり頭をすくい上げて、あー無理かな。まあまあとりあえず行きましょう、多分失敗します。これはちょっときついかな、無理やり頭を、あ、掴みすぎたな、ちょっと無理やり掴みすぎた、右に、あー、やっぱ無理か。あー、やっちゃいましたね。というわけで続いては、さっきみたいな、ね、いい感じの反応がね、出てきそうなんで、もう一回やっぱ下半身持ちましょうか。3本で下半身持ってきます。まあ、先ほどね、ちょっともう反則技的なね、平行移動でね、ちょっともうゲットするっていうね、ところもいいですよ。やっぱね、流れを作るっていうの必要なんでね。さあ、どうだ、そうっすよね、今ね、これね、シールドペタペタになっちゃうとね、どうしてもね、このちょっと反応出しにくいんでね、じゃあ、もう一回いきます。というわけで、今度は、ね、手前アームをね、タグに入れてみます。これは別に何の意味もないです、ただの自己満ですね。手前アームをタグに入れ、あ、早かった景品に当たってアームが揺れた。
高くなってくるとパワーが弱いかな。あ、どうだ、タグがもう少しこの角度からタグかけれたらいいんやけどね、うん、今タグに今下にここ垂れてるんでね、上に垂らすことができればね、上に垂らすことができればかけれますね、うん、じゃ あ、まあ多分無理なと思うんですけどね、左側で、あ、タグもいけたかな、この足の根元ね、頭を支点に足の根元で来た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 、ほい、キープ、あーっとキープできんか、もう一回いきます、悪くないですね、なのでお腹を滑らせながら足の根元に減っていけ、脇じゃないんだよねこれね、可動域一番手前がここです、低くなってくるとさ、キープで、キープ、おーキープし、うわうわ惜しいな、惜しいね、もう少しなんですよね、あ、じゃあ今度は多分ね、もうこれも多分ね、あの肩、あ、脇に入らないで肩入れてみます、肩も結構スペース的には狭いんで、さすがにこれをね1本で寄せるほどねパワーとかがないとは思うんですが、あ、来てきた、あ、持ち上がりすぎた、吹っ飛ぶ、うわいらんことだった、どうしようかな、初期位置の方がいいかな、そうですね、タグもこっちになってるので、ちょっと初期位置の方がいい、あ、すいません、ちょっと戻してもらっていいですか、ちょっと初期位置してもらって、というわけで一旦ちょっとピーチしていただきました、というわけでもう一回やりますね、まあどうしましょう、もう一回頭を、でも下半身の方が面白いんか、反応がね、そっか、まあちょっと頭を持ってください、景品がちょっとね手前にありすぎるんでね、あの狙えないですよね、どこもね、でここで OK、 あ、タグが今落ちたけど、あどうなってる、紙タグの裏か、きついな、むずいですけど、まあむずいですけど一応可動域まで狙いますね、で狙いとしては白ラベルを左アームで押しながら、白ラベルを左アームで押しながら、そのままこい、あれ違ったね、タグ出し、タグ出し、このまま OK、 タグ出た、これはいけるでしょ、いきます、今どこだ、まだあと2000くらいあるかな、いきます、さてこれはしっかり決めたいところ、ただシールドペタペタやから大丈夫かな、いけたな、待ってこい、来た、さてこのまま、このまま来い、このまま OK、 さっきと同じ、でもさっきはねここまで足乗ってなかったんで、これはいけるんじゃない、うん、これはいきましょう、さっき頭ちょっと持ちすぎちゃったんでね、どうかな、いきます、さて、いけかな、あ、ミスった、手前アームが顎に入った、やばい、うわ、これじゃ止まった、いけ、なに、オーケー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 、ちょっと今手前アームが焦ったんですけどね、よかったです、はい、というわけでパワープロックゲットです、2個目ですね、はい、でね、もう本当はね、この子行きたいんですが、もうちょっとこの子ね、だいぶね、あのゴリゴリアシストしてやっとゲットできたレベルなんでね、ちょっとやっぱ実力じゃきついと思うんでね、やめておきます、というわけで、まだの2000円ぐらいあるんで、ちょっと他のも狙っていこうかと思います、でこの辺はねアームの向きね、これこのままなんで多分やばいですね、でこれに関しても激減は、ただちょっと減ってますね、要はあのカバーで取ってんな、みんな、うん、っていうぐらいで、この辺もポケモン、まあパーモットね、ちょっと気になるとこなんですけどね、うん、横にしちゃうとね、でアームの、うん、爪はどうでしょう、微妙かな、うん、まあ、ただこんだけ残ってるっていうのがちょっと嫌だからですね、というわけでちょっとね、大きい景品ね、狙おうかな、じゃあまた、じゃあ、あ、これいこうかな、これ、なこれ、チンアナゴですね、あ、これですね、あのゴム止められてるんでね、いきます、なので、そのゴムに、あ、ここの向きじゃ刺さらんか、まあ、いっか、じゃあ、これね、あの、昔あったんですけどね、輪ゴムに引っ掛けちゃうとね、そのまま一気に運んでくるっていうパターンかもしれないんで、いきます、製品を滑らせながらストップボタンで、あ、これですね、こうゴム、さてどうでしょう、痛い、あーっと無理か、さすがに無理でしたね、
ただね、今ね、もうしっかりこの隙間がね、こう向いてくれたんで、狙っていきます。で、まあ、いけるでしょう。いきます。右アームで滑らせながら、OKOKOK 奥の方まで入りましたね。さあどうでしょう。ここから一気にロックはかからんか、さすがに。さてロック、ああロックはかからなさそうね。おおおお、ああいいねいいね。ああやばいやばい、はいはい、ちょっと今沈んでいってますね。というわけでこれね、久しぶりのこのアームゴリ寄せできるかもしれませんね。右アームをゴリ寄せで根元の一番端っこで奥まで突っ込んで、さあどうでしょう。アーム本体もねちょっとシールド違う入ってるんで、ここから一本で持ち上がる。あ、来た来た来た、ここから持ち上がってこい。わ、なんかびっくりするぐらいいいセットになってますね。あのシールドそもそも行くんでね、違うのちょっと止められていっちゃってますけど、ちょっとやばいね今日は。今日ね、いつもの予算ほど使ってないんですよ。ただヒット数が半端ないですね、うん、なのでやっぱ設定がめちゃくちゃ良くなってます。なので今もともとね、この店舗さんね、そういう感じでは設定すごい良かったんですけど、ね、最近ちょっと変わってます。よいしょ、ちょっとこの白方も入れてもらいます。せっかくなんで、せっかくなんで白い方も入れてもらいます。どんどん入れてもらいます。というわけでちょっとあの白い方も入れてもらいます。あ、すいません、あの白い方お願いします。感じで大きい系がね、もうかなりね設定が良くなっております。いきます。ということでね、あの、まあ、隙間にぶっ刺してまだ1500ぐらいあるかな、うん、まだ1500ぐらいたくさんありますね、はい、よし、はいはい、なのでまあ今ぶっ刺してシールド際でということで、もうフィニッシュがね分かっちゃえばあとはもう簡単です。あとはフィニッシュが分かればあとはこっちのもんなんでね、あとはとりあえずぶっ刺すだけで、左アームを、あ、右アームですね、右アーム刺して、あとはここでシールド際でキープっていうところですね。さあどうだ、ここからキープ、あ、来た来た、オッケーです。で、ね、これね、アーム動きがね、3時の方向なんですけど、若干このアームね、このアームはね、3時、4時まではいかないですけどね。なのでこの手前のほこりが、ごめんなさい、鼻にほこりだ。よし、手前を狙えるんでね、うん、やります。ここから滑らせながら、 OK、全く一緒。ちょっと景品右に行っちゃったんですけど、大丈夫でしょう。このまま持ち上げながら、で、もうシールド超えたぐらいに奥アームと手前アームが勧誘して、そのまま一気に引っ張ってきて、OK です1位7でデッドです。めちゃくちゃでかい1位7で、はい、白グッドです。ちょっと顔、あ、顔です、はい、だからちょっと今日は調子が良すぎる、逆に。ちょっと一旦カメラ置きます。いや、あかん、はい、というわけでまだあと1000円ぐらいあるんですけどね、はい。あとなんかね、もうこの辺の全部ゲットしてるんですよ、でかいやつ。あと、あと、これ見てください、シールドめっちゃいくです。これ本当おすすめです。恐竜か、恐竜時代じゃない、恐竜生活恐竜生活か。あー、この子ね、マルコね。あー、この子も無理ですよ、タコないんで、うん、タコないんですよ。という感じで、じゃああと大きい子、あー、このゴリラ行きましょうか、じゃあ次は。このゴリラね、この前アンパ、あー、こっちのゴリラの方がでも可愛いな。こっちもか、さっきね、この、茶色このゲットしてるんでね、今度グレー行きます。で、見てください、これでシールド、このぐらいでやるとね、やっぱあの楽しいです、正直。やっぱね、見た感じね、あの取れそうなんですよね、うん、なので、ね、まあ、で、とりあえず狙いとしてはどうしようかな。まあ、右アームをとりあえず脇に入れて、まあ、ちょっとつまむような感じで若干浅めに入れてみます。さあ、どうでしょう。ここで話してくれたら嬉しいんやけど、寄ってきたね、寄ってきたけど、可動域的にどうでしょう。これね、可動域があったりね、この右奥に、あ、左奥ね、こっち側、このゾーンにね持っていっちゃえば、まあまあ
無理ではないと思うんで、ああ無理やな。じゃあまあとりあえず寄せてみましょうか。ちょっとどうなるか分かりませんけど、まあ下半身つかみにほとんどなっちゃうんで、まあ手前に引っ張って終わると思うんですけどね。手前に引っ張って終わりだとは思うんですけど、さあどうでしょう。ね。ね。入れてね。手前に引っ張って終わりでしたけど。まあいいか。で、これやりたいのは、この首ですよね。首には入らんかな。首にゴリゴリに寄せて、下半身下にこうグッてね、寄せたいんですよ。ちょっといけるかな。これちょっと無理だと一旦平行移動してもらうかな。ちょっと奥にありすぎるんで。あ、落ちた。刺さっちゃいましたね。逆に刺さったのがいい感じにつまみ寄せる。無理ですね、うん、ちょっとこれ前に平行移動してもらいます。あ、ちょっと手前に平行移動お願いします。ゴリフラーさんの手前に平行移動してもらってからね、またちょっと頑張ります。多分スタッフさんが手にいっぱい持って多分休憩中やったかな。タイミング悪かったな。というわけでこれいきます。でこれね、ただね、うつ伏せの方がいいんですよね、これ正直ね、うん、あのなぜかというとね、うつ伏せになった方がね、足とか手があるんで安定するんですよ。これね、逆にね、背中になっちゃってどうしても丸みが出るんで、どうしてもね、その丸みに対してちょっとシールド際でキープするっていうのが難しいんですが、さあどうだ。ここでおー、来たー。来たね。来たけどな、来たけど、お尻重たいか。無理なでしょ。ああ、むずいな。これちょっとクルリーパーできないんで、手前アームですか。いや、これね、ちょっと難しいかもしれないんですけど、こっちが普通に右アームで押してみますね。ワンチャンいけるかな。さて、無理か。いけ。ああ、全然無理だ。おーし、おーし。あーでもちょっとね、今こう寝そべったんでいいですね。先にこうちょっと反り返ってた分があったんで怖かったんですけど、でこれということで、じゃあもう一回いきます。もう一回ほっぺたズドン上がれ。オッケー、惜しい。あーってやべやべ。あーだんだんね、こうね、ちょっとこっち側になってきますよ。でこれこうなると最後こう持った時にすくい上げても結構いけるんですよね。なのでもう一回いきます。今度はね、ちょっとさっきほっぺたで滑ったんで、顎の根元いきます。顎の根元、縫い目にいきます。縫い目、いけ。あーっと、さすがにか。さすがにこのでかい、あー無理よね。じゃあ、押しは無理か。むずいね。そんなら、すくい上げてもこれどう見ても下半身でかいんでね。まあ行ってみますか。一発行くかな。行ってみますか。多分失敗するんだこれ。多分失敗する。さて、あでもアームポジション的にはいいぞ。さてここで頭を、あー抜けろ。うわ抜けない。うわアームが抜けない。おっと来た。ラッキー。重心が乗ってくれましたね。だけど、あこれでもうあと、あまだあるね。あとまだ500円ぐらいある。で、じゃあこれ一発じゃあ押しますね。もう一回一発押して、お尻をしっかりシールド内側にね、こうへの字にします。あー無理かな。まあまあいいでしょう。さっきよりちょっと怖かったら、ちょっとこう下がりますね。ただもうこの辺から限界なんで、まあやっぱいきます。でゴリラなんで、鼻っていうか口か、鼻に入ったらまずいですよね。フックみたいになってるんで、なので目のとこですね。目のとこ、あいいですね。目のとこ入りました。ここからすくい上げてくれば、あ、OK、滑ってきた。 OK。 というわけでゴリラが一回クルリンパ失敗、クルリンパ失敗多いね。はい、というわけで、はい、2周ゲットです。ちょっとやばいな、マジで。ちょっと一旦もう、すいません、もう一回カメラ置きます。ちょっともう終わります。ちょっと端っこ寄ります。はい、ちょっと1つくらいでいきますね。という感じで今日はね、本当にね、やっぱシールドが低いと取れますね。はい、
ちょっとお菓子丼、一つくらいとかいきます。よし、はい、お疲れ様です。本日最後の動画かな、多分ね、はい、って感じで、明日仕事です。ただ今日元気です。ちょっとね、さすがにやばいって感じです。こんな感じです。いや、もうね、こういう感じで、はい、嬉しい喜びですね。という感じで、またこの、ゲットシーンたちがね、アップしていきますのでね、ご視聴よろしくお願いします。それでは、ここまでです。はい、というわけで、続いてはプレゼント抽選会に参りたいと思います。今回ね、エントリーされた方は、31名の方、たくさんのエントリーありがとうございます。そしてね、メンバーシップの方、2枠になっておりますので、実質35枠ぐらいになっております。で、今回はね、こちらのハムさんをプレゼントしていこうかと思います。というわけで、早速ルーレット回していきます。さて、どうでしょう、今回はどなたに当たるのでしょうか。ストップボタン押します。はい、というわけで今回はね、プーアールプロさんですね、当選おめでとうございます。この動画を見ていただいたらね、またご連絡の方お待ちしております。当選おめでとうございます。はい、というわけで続いてね、プレゼント企画に参りたいと思います。今回のプレゼンターこちらです。ドーンドーンドーンっていうことで、今回ね、この超でかいモフモフ、ちょっと夏にはちょっと暑いんですがね、これからね、夏が終わったらね、多分ね、冬とかね、今日可愛らしくなってくる。ちょっとね、今ちょっとごめんなさい、ちょっと暑いですっていう感じで、この超でかい、見てください、ちょっと引きましょうか、ちょっと近いんで、ね、はい、これ見てください、わかります、このサイズ感。この子ね、アミューズメント景品の割にはね、この何ですかね、すごいモコモコしてて、ね、ちゃんと綿も入ってて、すごい可愛いんですよ。で、ディアーベアビッグぬいぐるみという方にキャメルカラーだと思います。でね、いう感じになっております。で、エントリー方法はね、いつも通りね、このプレゼント企画動画に、キーワードを記載してコメントをするだけです。で、そのキーワードなんですが、まあクマさんでいきましょうかね。クマさん、キーワードはクマさんでよろしくお願いいたします。はい、で、その際ね、ご意見、応援コメントよろしくお願いします。皆様のね、ご意見で、よりね、見やすい方にこう改善しながら、そしてね、応援コメント、これめちゃくちゃ重要です。皆さんの応援コメント毎日見てますとかね、頑張ってくださいっていうね、何気ない一言とかね、私それでね、頑張れておりますんで、よろしくお願いいたします。で、締め切りの方はね、8月3日の土曜日の20時になっております。1週間後のね、土曜日の、夜の8時になっておりますんで、間違いなくエントリーお願いいたします。はい、で、最後になりましたが、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、もちろんね、コメントだったりね、そういう視聴、すごい嬉しいですが、チャンネル登録をね、喜んでおります。毎日毎日ね、1人、2人、3人増えたっていう感じでね、一喜一憂しておりますので、もしよかったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。